はい、ということでどうもこんにちは、くにです。ちょっと遅れて申し訳ないんですが、スーパーベビー2の前回覚醒が、まあ、公式さんから発表されてるんで見ていこうと思います。メインアビリティで味方の GT 再生の待機カウントを5短縮、さらに控えに戻る際に GT 再生の状態異常解除、よだれ火力か、火力もアップするぞということで、3年ぐらい前のもう超ぶっ壊れのね、キャラクターでしたけど、覚えてますか？再生パーティー、本当にひどかったですよね。こちらのベビーとパーセルと、覚醒デブーみたいな、そんな感じの編成がマジでやばかった印象があって、なんならそいつらのせいで、レジェンズのね、PVP の試合時間が確か伸びたんじゃなかったかな？確か180カウントになったのって、こいつらのせいだった気がするんですけど、うん。で、こんな感じで、なんかビリビリがすごいかっこいい高級感出てて、裏がなんか緑色で、なんかすごいですね。はい。ということで、一応ね、レジェンズの環境をね、本当に破壊しまくったことのある、こちらのベビーの覚醒が来るということで、しかもやっぱり GT 強化、まあ、流れ相当来てますね。うん、怒涛の GT 強化が始まってるんで、まあ、フェスティバル、GT のね、リミテッドかウルトラ、まあ、来るのはほぼ確定なんじゃないかな、と思いますね。うん。ということで、ちょっと一旦レジェンズの画面開いていこうと思います。さあ、ということで、当時ね、こんな感じの再生パーティー、めちゃくちゃ強かった記憶あるんですけど、てか、実況者大会の時もこのベビーとかね、もう相当暴れてましたよね。ということで、まあ、今のところの性能を見とくと、まあまあ、打撃射撃は普通で、まあ、タグめっちゃ持ってんだ、こいつ。すごいな。そうか、サイヤ人もあるのか。まあ、リベンジデスボールそんな強くない。まあ、今となってはね、そんな強くないキャラですけど、当時は本当に強くてね。まあ、後隙ある特殊ですけど、しっかりね、まあ、遠距離系で、追撃も可能ということで。で、メインで味方の回復量 50% アップが60カウント、さらに GT 再生の枝目 40% アップ20カウント。意外とすごいな。40% も上げんのか。で、左目 20% カットが永続と。まあ、ゼッタービが一捨て上げなのがちょっとまあ、あれですが、まあまあまあ、キラー、サイヤ人と根血に余ダメ 40% 持ってんのか、こいつ。追加でね、素の余ダメージとか結構もらえたら、もう全然使えそうな気がしますけどね。まあ、ヒラメカットがちょっと少ないか。で、やっぱこれだよね、ベビーと言ったら、控えに戻るときに GT 再生の体力を 10% 回復するっていうね。まあ、当時としてはとんでもない能力がありましたと。うん。まあ、余ダメも上げてくれるんで、まあ、サポートとしては結構優秀かな。前回アビー、まあ、前回アビリティか。前回アビリティが、まあ、何になるかですよね。再生 GT。まあ、GT になるんじゃないかな、さすがに。うん。再生 GT、兄弟、サイヤ人。まあ、いろいろありますけど、まあ、おそらく GT じゃないかなと思いますね。で、あとこのベビーはやっぱ力の大会でもめちゃくちゃ強いね。優秀な、まあ、性能を持ってるんで、まあ、キャラそんなにないよって人とかはね、ベビーをね、全覚醒させてあげれば、まあ、めちゃくちゃね、まあ、25連勝安定するキャラクターになってくるんじゃないかなって思いますね。で、さあということで、直近の GT 強化ですけどね、まあ、覚醒パンだったり、無課金のね、GT 悟空、スーパージュネロと来て、まあ、ベビーも来てるんで、まあ、さすがにこれだけじゃね、強化終わらないんで、フェスティバルでね、まあ、悟空4&ベジ4のタッグとか、ウルトラゴジータ4とか、まあ、その辺のね、新キャラ、GT でね、来てくれたら、まあ、めちゃくちゃ熱いんじゃないかな、と思いますね。うん、まあ、ベビーの覚醒じゃ正直 GT は救われません。とりあえず新キャラのやっぱ、ぶっ壊れのね、GT キャラクターが来ることを願いましょう。うん。まあ、この覚醒ベビーはね、そんな使われないんじゃないかなと思いますね。このパンはね、めっちゃ強いんですけど、ま、さすがにこいつ取り巻きが今のところあんまり強くないんで、ま、さすがにまだ使えなさそうかなーって感じは思いますね。さあ、で、今が何月何日だっけ？ちょっと待ってね。11月の8日か。あー、まだフェスティバルまでちょっとあるんでね。やっぱ皆さん、ガシャとかはね、しっかり、我慢してね。フェスティバルにね、備えましょう。うん。確か今日が力の大会の最終シーズン、最終日だったかなとかもあるんで、まあその辺のね、意思回収なんかも忘れずにね、しっかりと備えていきましょうね。さあ、あとなんか、公式からアップデートの情報来てるんで、そちらも見ておきましょうか。こちらですね、近日実装するアップデート内容の一部をご紹介ということで、まず、リムーバーの所持上限アップ。え、999個まで持てるようになるの？マジか。
まあ、これで、まあ、かなりね、ユニフラなんかに備えやすくなったし、まあ、レイドをたくさん回る理由もできたんじゃないかな。消しゴムやっぱ稼ぎまくっていっぱい貯めときたいと。あと、リサイクルセンターに、ウルトラキャラクターのマルチがゼリーと交換できる。まあ、これはあんま関係ないかな。で、もっとレジェンズミッション追加ということで、まあ、石回収ができるね、Z ミッションが、Z ミッションというかまあ、ミッションが増えるのかな。と、プラチナコイン交換所のラインナップ更新。あとは、ウィークエンドメダル交換所のラインナップ更新ということで、いや、こちらもちょっと楽しみですね。プラチナコインなんだろう。まあ、例えば、まあ、結構言われてるのだと、覚醒フラグメントを作るときのね、ピースだったり、その辺がプラチナコインで交換できるようになるんだったら結構熱いかもしれませんね。あとは、ウィークエンドメダルの交換所、まあ、ここもなんだろう。まあ、その辺かさ、覚醒フラグ作るための、まあ、ピースとかになってくんのかな。うん。まあ、その辺のね、大型アップデートも、まあ、もうそろそろね、近づいてますよと。なんか、共闘がね、2キャラクター選択できるようになるよとか、あとは、トレーニングバトルが復活するよみたいな。まあ、多分おそらくそこのアップデートで一緒にね、来るんじゃないかなと思いますね。フェスティバル前なんで、まあ、おそらく来週か再来週頃に、大型アップデートでこの辺はまあ、レジェンドに導入されるんじゃないかなと思いますね。なんで、一応まあ、そこら辺も、頭入れとくといいかもしれませんね。はい。ということで、以上で終わります。ちょっとベビーのね、覚醒のお知らせ動画ちょっと遅れてしまって申し訳ないんですがね。はい。まあ、GT 強化が始まりそうなんで、GT 使いの方々は、まあ、ベビーのね、無料覚醒などは忘れずにね、ちゃんと毎日ログインして、デイリーミッションを達成して、作るようにしましょう。ということで、終わります。お疲れ様でした。
ありがとうございます。くにさん。